はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。本日はですね、リクエストをいただいていたカバンの中身をやりたいと思います。私カバン結構いろいろ持ってて、その時によって変えるんですけど、今ちょっと出かけてきてそのまんまの入ってるものを紹介しようと思って、今回こちらです。だからね、化粧がすごい崩れてるから、とりあえずかろうじてリップだけを塗り直しました。で、充電もそんなないので、はい、これちゃっちゃと撮っていきますね。はい、よかったらね、興味のある方は最後まで見てってほしいと思います。それではスタートということでですね、カバンの中身を紹介してほしいってことなんですけども、あのね、ちょっとね、本当は持ち歩きたいものをね、入れてないから、それにをちょっと入れ替えたりとかはするけど、だいたいこんなもんを持ち歩いてますっていうものを紹介していきます。で、カバンはね、これもう結構見てるかもしれない、若菜ちゃんとのコラボの時もこれだった気がするし、結構ね、最近これを使うことが多いんですよ。なので結構登場率が高いかもしれません。ちょっと今買い物してきて出したばっかりなんですけど、このエコバッグです。これめっちゃ入るのよ。私結構自炊をするんで、あの野菜必須だから、野菜を結構買い込んだり、見切り品ね、あくまでも見切り品見切り品を、ちょっとでもね安いものをね買って、で早く使い切って、無理なものは冷凍して使ってます。従来の値段だと今すごく高いので、ちょっとでも安いものをとりあえず野菜買って何を作ろうっていうのを決めます。なので結構こんな風にでっかいねエコバッグを持ち歩いてます。でもこのカバンには結構かさばるんですけど、でもこれぐらいないと私はダメで、これを買わない時とか、ちょっとしか買い物しないなって時はもうちょっとちっちゃいものをね、ほんとあればいいんですけど、だいたい買いに行く時に出かけるからこれが多いね。ちょっとごめん、すっげー汗かいてる。これね、これはもうずっと出てきてます。ここにスイカとマイナンバーカードとがいろいろ入ってるんですけど、前も言ったんですけどね、どんどん柔らかくなってきたね。やっぱりもう何年だろう、5年ぐらい使ってんのかな、そんな使ってない。これを使っております。そして最近やっぱまだ咳込むことが多くて、で今日歯医者行ったんですけど、歯医者の時も途中ですいませんって手を挙げてちょっと咳をしたってことが、ちょっとハプニングがあったりして、バスとか電車とか乗るときに、なんかちょっと変だなって時にミンティアを持ち歩くようになりました。昔はね、何種類も入れてたけど、最近はこれ1個かな、あと違うものだったり。でもこれたまたま買ったんだけど、まあ食べ終わったらこれの違うものを買おうかな。1個こういうの入れとかないと急に咳込むのが怖いので、でね、あんまり咳込んじゃうとさ、やっぱ隣の人もそうだし、周りの人もなんかやっぱりね、まだ嫌な顔はしないとしても、ちょっと嫌な思いするかなと思って、ちょっと出始めたらちょっとこれをね食べるようにしております。あとはもう遠出の時はなんかジュース、水が多いんですけど、水をちっちゃいの買っといて、で飲むとかしてます。これお財布、これね、なんだかんだ使い始めてもうどんぐらい、 1、2ヶ月、そんな経ってないか。でもね、やっぱね、使ってみて分かったんですけど、ちょっとね、小銭の部分がね、ちょっとね、ここのね、部分が、これ三つ折りっぽくなってるから、ここ使いづらさはあるね。で、開けるんだけど、こうやってパカって開くのはすごく、ここはいいんだけど、ちょっと時間がかかってしまうっていう難点はあります。まあ、使い慣れればいいかなって感じもするし、あとね、小銭入れすぎるとここは閉まらない。ただそれだけかな。あとはもう普通に使いやすいというか、馴染んできたような気がするので、いいかなって感じはしますね。財布ばっか変えてんのもちょっとどうかと思うので、しばらくこれでいきたいと思います。そしてこれ化粧ポーチなんですけども、すごい年季が入って汚くはなってきたけどね。
この中にね、化粧をするものをね、持ち歩いてるんだけど、これね、パウダーなんだけど、これも持ち歩きたいけど、これ、フジコのお直しパクト、これと二つ持ち歩くか、一つでいいのか、まあ、これだけで試そうかなと思って、これからはこれを入れるようにしようとして今変えて、あとは、こう、シーグラムの、この間の、リップ&チークに使えるやつと、あと目薬と、あと今日使ったリップはこれなので、これを入れてます。あとは、リップクリーム。ですね。ね、汚くなってきたから一回洗わなきゃダメかな。これ、ほら、汚くなってきちゃった。K が入ってます。そして今日使ったので充電器を使いました。結構さ、撮影したりさ、どっか行ってほら、撮影しなきゃいけないと結構あるからさ、すぐ充電なくなっちゃうので、まあ、かろうじてこれだけは持ち歩いてます。これね、歯医者で歯周病検査したの今日。それの結果がこれなんですけど、ちょっとお見せできません。あとは特に入ってないかな。あとこのティッシュをとりあえずもらったので。って感じですね。本当に最低限というか、本当ちょっと遠出した日、今日歯医者だけじゃなかったので、遠出した日はこのぐらいに最近なってます。本当だったらもうちょっと大きいやつで、あの500の持ち歩き水筒が入るぐらいのやつを持ちたいんですけど、今のとこいいのがなくて、これでちょっとやってます。この近く、うちの近くに買い物行くときは、もう財布と携帯とか入るぐらいの大きさのもので、チャリで行くって感じなので、って感じのカバンの中身です。あのさ、私在宅ワークだからさ、あんまり外へこう、出かけないというか、本当に気分転換にちょっとお茶飲みに行こうとか、友達に会うとか、そういう企業案件とか行くときとかしか出ないのね。あともひたすら家で作業してるので、だからね、カバンってね、前よりこだわりがなくなってしまって、シーンでも見るんだけど、前回のやつ失敗したので、ちょっともうちょっと見極めてまた買うなら買おうかなって感じはあるけど、それかどっかで出かけた時あれいいのあればなと思います。あ、それかこの、これね。これね、すごくいいんだよね。私時計ってね、あんましない人だったんだけど、これに出会ってからずっとこれをしています。で、腕がね、本当に蚊に刺されまくってもう汚い。本当に。今日は。お出かけしたのでそのカバンの中身を紹介しました。ほんともっと変わったものというかね、なんかあればいいんだけど、本当にね、私持ち歩かないのね。今日忘れちゃったんだけど、企業案件とか、あとその企業様にお会いするときは名刺入れもあるんですけど、今日ほんと忘れてしまって、なのでその場で YouTube これです、インスタこれですって企業様にはねお伝えさせていただいたんですけど、名刺もね、ほんといつも入れとかなきゃいけないなって思いながら、忘れてしまって今日に限って、またね違うとこ行くときはちゃんと入れたいと思います。はい、ということで今回は最近使ってるというか、今日使った、今日出かけた日のカバンの中身でございました。まあいろいろね、過去にカバンの中身っていっぱいやってるんだけど、まああんまり変わりはないのでそれでもね、最後まで見てくれた方はありがとうございました。もうちょっとね、なんか本当あればいいんだけど、持ち歩くって言ったら手帳とかなんだろうね。でも手帳もさ、家で書いてやってるからさ、手帳もないし、あと化粧ポーチがもっと大きいとかねあるんだろうけど、本当につまんなかったら本当申し訳ないです。とりあえずリクエストをいただいたので撮影してみたので、本当見てくださった方ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。